これかなり大きいんですけど、大きさは今年のアートを総まとめ、アートフルセレクション2022。これがアートなのかアートじゃないのかっていう考えさせたもん勝ちっていうか、参考にしたのってアートじゃなくて、エヴァンゲリオン。後半では来年さらに期待されるアーティストを紹介。美っていうものはアートに欠かせない。近くで見ると細かいところめちゃくちゃ美しい。